枠から新刊が出ました特捜は巨額を捉えたか、地検特捜部長の極秘メモの著者であられる、宗像紀夫先生をお招きしております。私は書籍を担当した仙藤と申します。宗像先生といいますと相撲協会の危機管理委員会の元委員長でもありまして、ウィルではいわゆる貴乃花問題なんでご登場いただいているんですけれども、もともとは本職は今は弁護士でいらっしゃいますが、それ以前は東京地検特捜部長というその泣っ子も黙る大変怖い、といいますかそういうお立場にあった方でございまして、今回のこの本は、その回顧録といった感じでございますが、そもそも宗像先生がその検事になられたのは1968年といいますからもう半世紀を超えていらっしゃるわけですが、ちょっとそのあたりの思い出も含めてちょっとまずはお話しいただければと思うんですが、司法試験に合格するとですね、3つの進むべき道がございまして、弁護士、裁判官、検察官とこうあるわけですが、悪いやつをそのやっつけるということで一番こう単純明快な仕事ということで私は検察官の道を選んだということで、検察官を36年間務めました。一般的な普通の検事で殺人事件なんか扱うその検事から始まって、何年か10年前後経ってからは東京地検の特捜部というところに勤務して、12年間おりました。この本担当させていただいて、いろいろとこう思ったのはやはり当時の日記とかですね、そういうのがこう大変克明に残ってて使用されているということで、これはその個人日記書くというのはね個人の一つの趣味というか主義というか、あれなんですけども、仕事柄やはりこういうものを書き残しておくということが自分自身の身を守るというとあれですが、それにもつながるということで今お書きになっていらっしゃるわけでしょうか。今日記の話が出ましたけど、私は子供の頃から日記をつけるのが趣味というか好きでしてですね、今手元に残ってる一番古い日記は14歳15歳の時の日記も残ってる。でその日記見ると15の春がやってきたみたいな、人生をこれから十分考えて生きていかなきゃいけないとかね、その時々の感情が書かれてると、そういうこともありまして、それでその後その途切れた時もありますが、検察特に東京地検特捜部に勤務している頃は、後々そのいろんな問題が起きた時にいつどの時点で何があったかどう考えたかっていうのが分かるようにということで、割と克明にですね大学ノートにつけておりまして、特に大きな事件やったのはその特捜副部長の時代、部長の時代などはですね全く一日も残らず克明に、役所っていうか特捜部に自分の机の席で一部書きますし、夜寝る前に家に帰ってからも書くということで残っておりまして、で今回ちょっとこれ本執筆するにあたって見てみたら結構生々しくいろんなことが書いてございまして、人を捕まえる前どういうその感情になってたかなんかもですね分かるというんで、私としては人生の記録の一部ということで書いてきております。ちょうど去年11月にゴーンさんが逮捕されて、その翌日にその筋から弁護人を引き受けてもらえないかという打診が宗像先生にもあったと聞いてますけれども、残念ながらというかそれはお断りになったようですが、私もいろいろ人脈がたくさん広い男だもんですから、ゴンさんが捕まった次の日に某筋からですね弁護人引き受けてもらえないかと、あなたが主任検事でやってもいいし他の人使ってあなたが裏で差配してもらってもいいと、こういう話だったんですが、先行きわからないし、ルノーっていうのはフランス政府が出資している会社でもありますしね、私は今政府関係の関連の、職にもありますんでというあらゆることを考えてですね、これは単なる一時すんなりした事件ならともかくわからないなというふうに思ってですね、
奥が深い事件じゃないかという気もしました。ところ最近またその再逮捕、はい、再逮捕ということで、まあ、4回目の逮捕ということですから、まあ、あの事件はだんだん広がってきていると、全世界的な、まあ、事件の感じにもなってきているとこういうことで、まあ、あの引き受けなかった、まあ、あのが良かったかどうか分かりませんが、とても、まあ、あの仕事上忙しくてですね、できなかったろうなとこう思っています。ちょうどこの本もまとめてる最中でしたので、そちらの方にね時間が取られますとこの本の刊行も遅くなってたかもしれませんけれども、豪雨さんの、まあ、捜査の今後の行方といいますか、はい、今のところどういうふうにご覧になっていますか。まあ、いわゆる豪雨事件、日産事件といいますかは、最初はその要するに報酬の虚偽記載というとこから出発して、これでまあ2回逮捕して、その後特別背任罪と、まあ、あの背任罪というのは2つあって、刑法上の背任罪と、会社法上の背任罪があって、これは、まあ、特別背任罪というのは会社法上の背任罪で重いんですよね。10年以下の懲役というぐらいですから。でこれはその要するに公私混同つって会社のお金を個人的に流用すると、しかもこの保険の場合に金額が何億という、まあ、これはあのまだ決まったわけじゃないですけど、そういう疑いということで、まあ摘発しているわけですが、非常に事件の捜査としては私は難しいだろうと思うんですよね。なぜかというと、この日本国内でやってればその分かりやすいんですけど、国外でその要するにやった仕事を自分の協力者に例えばお金をその本国から送ると、これがその背任に当たるかどうかっていうのは、仕事をやってくれたかどうかという会社の業務と無関係なのかどうかというところがなかなかその難しいところで、で、大体その外国行って検事が直接捜査するというのは普通はできないんですね、はい、これはまあ主権と侵害ということがありますので、だから普通はあの捜査関係事項紹介書を送って向こうからあの答えてもらうと、向こうの政府からですね、いうまあ捜査共助というのをやるんですけど、なかなかあんまりやったことのない国、ですから難しいかなと。だからこれ案外その要するに、事件としては一応立件して起訴してやっていくけども、あの いざ裁判が始まった段階になるとこれいろんな問題出てきてですね、はい、おそらく弁護側が活躍する余地もあり得るかもしれないと。ただまあ私の経験から言うと、特捜部はそれはあの隠し玉証拠はいっぱい持ってですね、あのやっておりまして、そう簡単に崩れるようなまあ証拠関係で起訴はしませんのでね、はい、とりわけ、まあ、この本の中でも強調されてますけども、主任検事としてリクルート事件が一番の大きな思い出であったようですが、あのこの本でもあの当時の日記とか極秘メモがこう公開されてるんですけども、朝日新聞でこの記事の発端を見たとき、いろんなことをお書きになったと聞いてますけれども、そのあたり、はい、あのリクルート事件というのは、まあ、平成最初の、まあ、大きな事件、疑獄事件で、リクルート事件から始まって豪雨事件で終わるという形で、まあ、あの平成の時代というのは、まあ、ある意味じゃ特捜の時代でもあったという感じが、まあ、いたします。であの、リクルート事件を担当した頃は東京地検のポスト的に言うとナンバー2でございまして、主任検事ということで、検事30人前後の、まあ、部下といいますか、と一緒にまあ仕事をするということでございます。まあ、リクルート事件って一言で言うと、あの簡単なんですが、まあ、非常に複合的な事件で、当時バブルの、まあ、絶頂期でありましたんですが、その時代に、リクルートの会長らが未公開株、未公開株っていうのは上場すれば価値がものすごく跳ね上がる、しかも普通の人が手に入らないという、その株を政官財界の幹部トップの人たちに今安い価格で配ったということで、その一部がまあ事件になったということでございます。あと話がちょっと飛ぶんですけれども、その、弁護士になられて、逆にこの複
福島県知事の佐藤栄作さんがちょっと汚職といいますか、そういうので特捜の摘発を受けて逮捕され裁判になった時には、特捜とこう対峙する形で、弁護人も引き受けられましたけども、その時のご体験も書かれてるんですけども、昔の特捜とかなり違ったおかしな捜査もあったというふうにお書きになってますけど、そのあたりいかがだったんでしょうか。まあ検察側にいた場面と、それから弁護側に立った場面ってだいぶ違うと思うんですね。ですから自分が検察側でやってる時はおそらく怖いものが何もないっていう形で、弁護側の人たちの言うこともあまり聞かずにですね、おそらくやってきたんだろうと思うんで、でそれが今度弁護士の立場になって、福島県知事までが逮捕されるという福島県政汚職事件というのの主任弁護人になった時にですね、いやー特捜の捜査ってのはこんなに粗雑で権力的で強圧的で荒っぽいなという感想を抱きまして、で当時の特捜の幹部らとだいぶやり合ったこともございますし、裁判でもですね何年か特捜部と戦ったということがありました。で結論的に言いますと、この事件は私はもう冤罪あるいはそれに近い事件だったと思うんですが、結論的には1億7千万の収賄事件がもうほとんど吹っ飛んじゃって、土地を現金に変えたという単なるそんな形で収束して、知事らは執行猶予がついた形だけの有罪ということで、我々は裁判に勝ったというふうに思った、そういう事件でございます。その後いわゆる村木厚子さんの事件やらで、特捜部長というかそういった人が逮捕されるような、そんな事例も出てきて、ちょっと知見特捜部の権威といいますかね、その信頼感というのがかなり落ちてきてしまったという感じだったんですけど、その後のその知見特捜部のいろんなスキャンダルに関しても何か一言。いや昔は特捜神話って言われてましてね、特捜部が手掛ける事件はもう間違いないということで、特捜部にやられたらしょうがないとこういう時代だったんですが、その村木さん事件なんか見てますとですね、厚生労働省の局長だった村木さんを捕まえて、起訴したんだけれども、その中裁判の過程でですね、検察側が手を染めて証拠をいじったと、簡単に言うと証拠偽造的なことをやったというすごい事件が発覚したわけですよね。この事件はその関与した検察官らもちろん逮捕されたりして処分されてますけども、私から見るとこのニュース頭に飛び込んできた時にと思ってね、これで検察は終わりだなとこう思ったぐらいの衝撃で、その後検察は反省してですね、関係者の処分をきちっとやって、で、世の中にお詫びをしてですね、その後はもう立ち直ってまた大きな事件をやり始めているというふうに思ってますね。我々一般の、ね、庶民はあまり裁判所とか警察とか検察の方とこう接することがなく、一生を終えるのが一番いいんですけれども、ちょうど先生の後輩にもあたる門田隆昌さん、同じ中央大学法学部出身のジャーナリストがいますけれども、光石屋の母子殺人事件なんかでも、判決というのがですね、大人1人赤ちゃん1人で2人殺しただけではなかなか死刑にならないとかですね、こう検察の求刑と足して2で割るとか、そういうような判決を下す例が多い中で、門田さんなんかはねかなり週刊新潮なので、鉛筆を振るって、書かれましたけれども、先生の今回の本でもその冷たい表情の裁判官、いたけたかな検察官、金儲け主義の弁護士になるなというふうに最後の結論をお書きになってますけども、我々一般庶民もこう何となく裁判官というとね冷たいというか、感じて、検察官というとこう
お前はやっただろうとこう決めつけられたりで、ね、弁護士に相談するとちょっとお金がたくさん取られそうだとかいろんな、まあ先入観をね持って、いる人もいると思うんですが、あの今回の宗像先生のこの本をお読みになると、あこういった放送会の人もいらっしゃるんだなということでちょっと一安心する気がいたします。私も何かありましたらまた宗像先生にぜひ弁護を引き受けていただければと思うような本の内容だったかと思いますけれども、ぜひまた多くの方にね、はい、ご持続していただければと思いますが、先生も何か一言最後に。まあ、今おっしゃってるあの法律家像みたいなものをあの書いてますけども、これは、まあ、あの要するに法律家である前に、まあ、人間であれ、こういう意味なんですよね。だからあの温かい包容力のあるそういうその人間味を持った人たちが法律家になってそれぞれの道を進んでいく場合に、まあ、気をつけなきゃいかんということで、裁判官ってまあ確かに客観的にその裁きをする人ですけども、やっぱり冷たい表情の裁判官っていうのはね、あの私はあのよく接してきましてですね、これは良くないなという気もしましたし、いたけだかなあの検察官って、これはまああの職業に熱心で仕事熱心でも、うん、悪いやつは追求するっていう正義絡みの、ね、正義のがんじがらめになった、うん、あの姿っていうのは、まあ、ある意味ではその理想的なのかもしれないけれども、それ前にまあ人間であれと、誰だって犯罪を犯すことはあるんだから、温かい気持ちで、反省してもらう、再犯を防止するという意味でやった方がいい。それからあの弁護士さんというとよくね、あの裕福な仕事の一つに人たちになってますけど、やっぱりお金のない人にはあのそれなりに、お金のある人からはそれなりにということで、まあ、あの依頼人の状況に応じてやるべき事件はその自分がお金出しても引き受けてやると、人を助けるためにやると、こういうぐらいの精神があった方がいいなということで、今の3つの比喩的な言葉でも書きましたけど、ということで、まあ、あの法律家はそれ前に心のある人間であれと、こういうことであの書いております。今日はどうもありがとうございました。どうもおぞますでした。いえいえ、よろしくお願いします。